どうもベタです。パース変えていきたいと思います。はい、本日は海王山高校でボランティア作っていくんですけども、今日はね、この前海王山高校で調整がありました。調整があって、まあ究極位置が すごいしやすくなったんですよ。で、特にゴーダを入れてる場合しやすくなったので、まあ今回アユちゃんなしでもいけんのかなと思いまして、アユ抜きでやっていこうかなと思います。で、デッキの方はアシト、桜葉、堀場で、ゴーダ、栗林、そして小暮、この6人でいこうかなと思っております。で、パッチはレスキューパックですね。はい、アイテムの方はパードリと招き猫を持ち込んでおります。では、まずは評価を上げていきたい。桜葉小暮の評価を上げていきたい。こいつらの評価が上がると、それだけ哲学が進みやすくなりますので、まあ、ちゃちゃっと上げていきたい。で、3ターン目から堀場が出現しますので、堀場の評価も上げていきたい。アシトの評価もね、上げてメンタルタック呼びたいと呼びたいけども、桜葉行こう。で、一回休むかな。メンタルにゴーダか。ゴーダはいかない。はい、休む。ゴーダくんはね、ちょっとゆっくり行きます。効果はゆっくりある。で、アシト。いや、イベント動くのが問題。で、メンタルに誰もいないけど、これはもうメンタルいいですね。まあ、ささっと堀場くんの評価上げたいっちゃ上げたいけどね。はい、小暮くん。はい、いいですね。では、哲学やっていくんですけども、今日はちょっと規律でいきます。最近ね、勇敢で筋力がダダ余りっていうパターンが多いので、敏捷精神しっかりと稼いでいきたいと思います。ではしっかりと規律やっていきましょう。はい、ゲームサボをやっていきます。で、初手どっちにするかな。こっちか、さすがにこっちか。はい、オンオフェンスいきます。はい、小暮席で、今回はね、もうメンタル結構踏むと思います。なので、メンタル練習に固まってくれると助かりますね。はい、メンタルいきます。音名いきます。で、カルロス岩渕、まあそれを気にした方がいいかな。カルロス岩渕がちょっと厳しいと思います。カルロス岩渕を近づけたい。ささっと近づけたい。これは桜葉でいいかな。はい、オフェンスいきます。はい、ウィリュー君も近づきます。はい、 OK。で、小暮、これはティッシュでいいですね。はい、下の堅実なショートドライはマジでいらない。で、回復ナイス。この回復が何回入るかによってだいぶ違ってくるんで、ね、ありがたいです。そしてカルロスと、矢口ありがたいですね。はい、4面。いや、どんどん進めていきます。で、まずは評価上げないといけないですよね。はい、オール20獲得。そして、あ、メンタルいいね。岩渕ハマってるよ。はい、オッケー。ではメンタルいきます。で、次ミルクがいいんじゃない。はい、本命いきます。はい、お、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。あー、他ないか。岩渕では、これオンテクいきます。オンテクいきましょう。で、小暮くんがもう早くももうタックいきます。早くマックスまでいきたいですね。うん、マックスまでいって、一致しやすくしたい。はい、哲学1。カルロス。で、イベントがね、なんか進んでない感じがするけど、大丈夫かな。奪還いってきます。はい。そして、あ、メンタルいいっすね。メンタルいいっすね。岩渕くんがすごいペースで上がってきてくれます。助かります。はい、本命いきます。はい。岩渕くんがすごい。アシトもそろそろ立ってくるようになってるかな。はい。これは上で。で、カウンター。で、桜葉の評価も上がっていきます。桜葉もね、さっさと立ってるみたいで、どんどん行こう。はい、メンタル、あ、悪くねえな、悪くない。はい、カルロス有本行ってきます。はい、オンメンタル行きましょう。まあ、セク1は休むコマンドなしで結構進みました。岩渕カルロスがここまで進むのはありがたい。で、桜葉もテンション上げていきます。はい、ではセク2やっていきます。1297、1がちょっと少ないんでね、ちょっと経験点は出てませんが、まあ大丈夫だと思います。はい、おー、ハマってるね。メンタルにハマってくれてますね。はい、では岩渕カルロス行ってきまーす。はい、青木くん、はい、いいでしょう。桜葉はいい、桜葉はいい、桜葉は評価が高いです。で、ゴーダくん走っていきますね。ちょっと早い感じはしますが、ゴーダしっかりと成功させていきたい。ブレイブタックル欲しいんでね。で、テクニックちょっと違う。はい、オフェンス行きましょう。オフェンスでこれオフ、オッケー、オフ、オフオフェンス、最高ですね。で、アシト君もこれでタックきますね。アシト、これでタックきます。はい、ナイス、いいよ、オフがうまいこと叩いた。で、
お、メンタルいいね、岩渕いいね、カルロスいいね、怨念すごい入ってくれてる、助かります。まあ精神はね、その分稼いでも今回はバッチで、うん、スタミナ上限上げてますんで、まあ稼ぎすぎるってことは多分ないと思います。てか多分足らないと思います。金徳がイーグルアイとか、まあ、堀場の不可侵領域とか、インテリジェンスとか、まあその辺がかなり精神使うね。あと投資とかも使うんで、まあ足りないことは、足りないことはあっても、うん、足りすぎることはないと思います。はい。じゃあ、これは、オンテクいこうか。オンテクいきます。で、岩渕ですね。で、堀場くんのテンションを上げて、テンションで評価を上げます。で、堀場くんがこれで出現なのかな。はい。勇敢メンバーが全員、一致しました。それは結構ありがたいと思います。はい、ライバル出現、4ついきます。で、桜庭、これは伝突のために突破力もあってます。技術かなり使うんでね。はい、そしてこれはメンタルいこうか。うん、メンタルいきます。あー、青木がいなかったらいかなかったけど一人いるんでね、まあ、とりあえずで、ディフェンスをとりあえず振っていく。で、オフェンスも振っていく。やっぱり筋力がね、ちょっと足んないんですよね。筋力が足んない、こんなと足んない。バックスピン取って、フェアプレー、マリーシア、そしてシルトはいいとしても、ロングスロー。はい、あとテク振っておきます。はい、これいきましょう。で、音面いきます。はい、堀場くん1回目、あと2回で倒していきましょう。ちょっと関くんがどういった、まあ、関くんは最悪オフ面の時下向いてくれるんで、ね、大丈夫だと思います。あ、小暮れ、あ、悪くないけど、このメンバーとだったら堀場そんなに行きたくない。でもコツが来てるんで、これは堀場いきましょう。一回休むコマンド入れるぐらいはまあ別にいいな。オフ行きたいけどね、これ。オフ行きたいけど。いや、オフ行っていいな。いや、ここを掘り場スルーします、じゃあ。掘り場スルーします。どの道こいつら一致しないから、そんなに掘り場の一致に手伝えないんですよ。なので、いいです。まあ、評価上げてください。はい。振り返し OK ね。いいよ。で、堀場くん評価上がってきますね。メンタルタックそろそろ来ようか。メンタルタック、ね、ここ何、あー、これは行きたいけど、まあ無理だ。あ、音面いいですね。音面いきまーす。はい、ナイスです。おっ、ブーレッド桜庭ね。うん、で、これは上でいい。ボール出しもらってます。はい、そしてディフェンスいきましょう。ディフェンスいきまーす。あー、足らなかった。筋力だ。で、メンタルはいいや。はい、これ1回休みます。順番、残念。で、ゴーダ君終了。あー、ブレイブタックルゲット。いいですね。早めのブレイブタックル助かります。はい、桜庭、もう一度もらいます。で、もう1回休むのありだな。あー、監督の評価上げたい。ですね。いや、これオフ面いきます。監督の評価上げておきます。なかなかね、監督の評価上がらずに、うん、きつい時が多いね。はい、上げておきましょう。で、これは音面でもいい。でもいいな。でもメンタルもいいな。メンタルいこっか。これはメンタルいきます。うん、で、スタミナテクフローか。はい、レンタックルもさっさと取りたいんですよね。まあ、キックが全然足んないんで取らないです。はい、で、あとテクフロー上げておきます。はい、これでいきましょう。で、音面いきまーす。で、堀場くん、あと1回ね。あと1回で倒していきたい。倒せそうですね、あと1回。OKOK。あ、さっきの判断は正しかったと思います。オフスピードね。はい。で、これで、あ、で、ここで、で、周りをよく見る。引き続きメンタルに行きたい。あー、ダメ。これ、スピード。あー、ダメか。どうしよっかな。これは堀場倒していこっか。監督の評価も上がるしね。これは堀場倒していきます。オンディフェンスいきましょう。はい、倒していきましょう。倒れると。OK、倒れた。いいね。で、堀場くん。で、メンタルタックに堀場くん。で、監督の評価上がっていきますね。はい、OK。メンタル、コーナーいい。踏みたい。怪我覚悟で行く。行くのワンチャンあり。行
くか。44番ですよね。まあいいです。おーっと、大きな怪我はダメ。大きな怪我はダメ。ちょっと待ってください。予定外だった。マジか。しょうがねえ。しょうがねえ。4156。はい。で、ここで健康に過ごしたいで、あ、ナイス。この回復はナイスだな。健康に過ごしたいで回復してきます。それならさっき来てほしかったな。はい。これはオフ行きましょう。オフ面。はい。オフ面 OK ですね。ナイス。相席くん1。悪くねえと思うんで、さっきのね、テクニックがハマってればもっと良かったんですかね、44%がね。はい。あ、テク。あ、いいね。桜がそろそろ、どこか。はい。オンテクいきまーす。ありがとう。秋山でちょっと来い。オンテクでいいでしょうか。いいです、いいです。桜場の評価はそろそろマックスかな。で、小暮れでいきましょうか。はい。トラップの数欲しいんですね、とりあえず。とりあえずトラップの数欲しい。はい。で、これ回復もらいます。はい、OK。回復もらいました。で、これは作、あ、これはメンタルですね。メンタルいきましょう。ここもいいですけど、これはメンタルで、うん、単独の評価足りるね。メンタルでいって、小暮れくんのテンション上げます、これで。はい。では、本命いきまーす。いきましょう。はい。秋山1。カルロスもうちょい。で、掘りまくるもんね。はい、OK。いいね。いい感じに来てる。やめ坂が全く進んでないけどね。はい、手数が完全一致。で、小暮れ終わっていきます。あー、もらえなかったか。うん、神虎まではもらえなかったっすね。残念。テクニック、ちゃったからね。はい。で、テクニック。お、テクニックいいじゃん。これはテクでいいですね。オンテクいきましょう。はい、オンテクいきまーす。はい、堀場くん、あと2。いい感じですね。はい。で、次、メンタル2体。で、これは、キャプテン氏のこと欲しいんで、ゴーダくんいきます。はい。あ、メンタル。わー。これ、テクいっていいかな。ダメかな。まあ、さっきみたいなことになりそうな感じはするんですけど、これはもうテクいかせてください。もう勝負する回、勝負していきましょう。オフェンサーもそのままこう。まあなんか余ったらオフェンするっていう形でいいかな。はい、これでいきまーす。はい、オンテクいきます。おー、怪我する。マジか。2回失敗してんだな。はい、オフリーで。はい、いいですね。まあ2回怪我してもここまでいけてるのがでかいです。で、アシトが筋力進んでいきますね。で、一回休もうか。一回、あ、休まなくていい。はい、音面いきます。いいですね、音面。はい、ウィル君、堀場君1。鍋坂君1させていいな。鍋坂1させて。はい、哲学完全1ね。OK です。いいですね。司令塔で回復、ナイス。鍋坂どこに、堀場くんが進んでいきますと、費用だからな。で、矢部坂いる。じゃあ、これは矢部坂さすがに踏みましょうか。音面いきまーす。はい、矢部坂次1ですね。うん、で、堀場くんがさらに進みます。先回り。で、先読み回っていきます。でメンタルタックに矢部坂が来てくれると一番助かるか。あ、有本か。残念ですね。まあでも、これは音面でいいですね。音面にときます。監督の評価上げ切って、オフ、オン。で、有本あと1。で、矢部坂ここでテンション肌。はい、OK。で、あと桜庭1か。まあまあまあ。怪我2回してるけど、まあまあ悪くはないかな。はい、これは青木くんいときます。回復ポツもらいます。はい。で、桜庭。監督がね、ちょっと隅が悪かったんだよな、今回ね。で、ブレーブタック取っちゃいます。で、レジストも取っちゃいます。そうなんだ。あ、まだ来てない。あるんだな。はい。で、メンタル、いいね、矢部坂。いいよ。これは、本命いきます。いきましょう。はい、堀場ナイス。あ、桜庭だな、あと。あと桜庭だ。まあ、桜庭タック来たらね、一瞬で進んじゃうけど。はい、チームプレイ。
で、はい、桜バス進めていきます。はい、オフェンスいきましょう。オフェンスいきます。はい、桜バスいきますね。はい、オッケー。うん、問題ない。で、ここで一回休んで、メンタルが休んで大田くんに備えるという形でいいかな。はい、以上完全1で、堀場くん終わらせてほしい。終わんない、終わんないのか。岩渕、いや、ここは一回休む、一回休みましょう。で、スタミナフル、テクフル。はい、では一回休みます。はい、チームバナイス。はい、ではセク4行きましょう。怪我が痛いな、やっぱりな。で、桜庭、ファンタジスタもあってますね。あと、おお、いいね、これは進めておきましょう。はい、オンテクいきます。オンテクいきましょう。うん、これで桜庭終了。で、桜庭じゃない、小暮終了。あと桜庭4ぐらい。うん、問題ないね。で、郷田くん、いいとこに来てください。メンタルとかに来てくれると助かる。メンタルタックスとかに来てくれると回復量があるから。はい、堀場、経験点結構くれるの助かりますね。お、いや微妙だ。いや、ゴーダこれいかねえよ。これはいかない。ここいきます。終わらせていきましょう。2人終わらせていきます。はい、オフェンスいきまーす。オフェンス、はい、いいです、いいです、いいです。で、ゴーダくん、誰かといてくれ。誰かといないとちょっときつい。1人でいるのはやめて。ボッチだって。はい、栗林終了ね。で、ラストパスは OK、 もらった。いいですね。で、桜庭、伝突までくれるかな。伝突までくれるかな。で、一回休みたいっちゃ休みたい。あー、くれなかった。まあいいよ、伝突は正直くれなかった。あー、踏みたいけど、踏みたいで一回休みたいな。あ、待ってよ、精神乾燥してん。あー、8ぐらい乾燥してましたね。申し訳ない、奪還先読みチームプレイ回復ハードワークエースキラーキャプテンシーで、インテリジェンスも取っちゃうか。取っちゃいましょう。で、テク100にしちゃいます。はい、でスピードは上がらないかな。さすがにちょっと上げます。で、パワーもちょっと上げます。はい、これで1回休みましょう。チュンガバ、さすがに全開で回復していくのはしんどい。はい、岩渕で、いいね。お、いい、これはナイス、これはナイスだ。はい、音面いきまーす。はい、ゴーダくん、あと2回で倒しましょう。うん、やめとかはナイスですね。あ、カルロスのテンション上げた方がよかったか。まあいいか、まあカルロスハマるでしょう、どっかで。で、ゴーダ単品、辛いて。はい、5でいきます。ここは単品でも済みます。突然次で倒したら次で倒せると思う。さっき3人ぐらいいたから。はい、でもってゴーダくんがメンタル、あー、まあカルロス一緒か。はい、ではこれスピードいきましょう。スピードいきます。はい、オンスピで倒していきましょう。これは倒れますね。はい、オッケー。はい、ゴーダくんを絡んだでかいタックが来てくれると助かるんだけども、オフでね、でかいの踏みたい。はい、哲学完全1ね。 OK です。はい、テンション上がっていく。で、堀場くん終了。はい、成功、いいね。で、ディフェンス、おお、まあこれはディフェンスでもいい。あ、さすがにこれはテクだな。テク踏みます。踏んでいきましょう。さすがにこれは行きたい。さすがにこの技術は欲しい。で、ちょっと迷いどころなんだが、技術を振りたい。まあ、これは取る。で、どうすっかな。ワンタッチ、まあ、突破力取るか。はい、これでいこう。はい、これでいきます。あ、振りはしないんで、これオフテクいきます。いきましょう。まあ、敏捷も結構稼げるのはありがたいですね。これでスピード振れそうだ。スピード振れそうです。トラップ。そして重量級。で、ゴーダくんを絡めていかないとちょっとやばいんだけど。
絡めていかない。ああ、ぼちぼちでかいけど、ゴーダ君絡めていかない。ちょっとやばい。あ、ゴーダがいない。ゴーダがいない。ゴーダがいないとなると、ちょっときついと。で、テクは102にします。で、スピード振ります。スピードとりあえず C までいきます。はい。で、これで、フーオフェンスいこっか。ちょっときついんだわな。いっとこっか。はい。あとはゴーダに任せます。ゴータとヤベサカがうまいことハマってくれればいけるよ。はい、ではサクッとみっちゃんいきましょう。はい、いきまーす。はい、終わりました。試合終了です。はい、ではゴータくん頼むぞ。で、あれアシト終わってなかったのか。アシト終わった。そうか、サッカー、あ、そういうこと、そういうこと。で、ゴータ、あれいねえじゃん。え、ゴーダがいない。マジで。そりゃねえぜ、ゴーダ。そりゃねえぜ。ゴーダがいないよ、そりゃねえぜ。はい、ではオフェンスいきまーす。ゴーダがマジでいないんだ。え、どういうこと。あと2ターンでさせるって無理なんだよ。はい、行ってください。ここは成功してくれた。ここだ。あれ終わった。終わりましたね、これ。無理ですね。やべさかだけ一致させたく、やべさかだけ一致させて終わらせましょうか。ちょっとやっぱ厳しいのかな。やっぱゴーダ、ゴーダ次第ですね。なんやかんやどうなんだろうなと思ったんですけど、ゴーダ次第って感じですね。ゴーダが来なかったら最後、ゴーダが来れば全然結局ピッチ簡単だと思います。ゴーダが来なければ終わりって感じです。このぐらいのさじ加減だな、これ本当に。今は6時まで行くか。今は6時まで行くか。はい。で、では、やべさかに進めていきます。はい。オンディング。はい、いいですね。いやー、もったいないな、ゴーダな。うん。ダメです。もっとやる気が下がっていく。で、最後、回復。ポリゴンテンション上がってると思うけど、一応これ言っておきます。体力が高っ。ポリゴンテンションだよな、上がってるよな。で、ゴーダくん、ここじゃない。違う。あー、これ、桜間のテンション上げていきます。はい。いいでしょう。で、オフェンス上げちゃいます。もう、すごい。いっちゃいます。もう、セージも結構触れてるけどね。はい、ではオフェンスいきまーす。はい、オフオフェンス。はい、で、違うんだよな、違うんだよな。これメンタルいってテンション上げていきますか。まあ、堀場のテンション保ちたいっちゃ保ちたい。堀場のテンション保つか。でも体力ないからこれはメンタルいくべきだな。はい、メンタルいきます。はい、堀場が残念。おっと、タックは来ねえ、タックは来ねえ。あ、もう桜も捨てよう。はい、スピードいきます。マジか、マジか。サクッと行っちゃう。で、ドリンク飲んで、で、特能ちょっと取っていこうか。特能取っていきます。で、ラストボスも取っちゃえ。で、終盤ラッキーボール大一番で、この辺は取る。で、スピードを S まで持っていくか、持っていくか持っていかないか、ちょっと微妙ですが、とりあえずこれでいこうかな。はい、これでいきます。いきましょう。はい、終わりました。とりあえず無失点ですね。うん、ここで 100% じゃないのが痛いんだよな。まあまあ、ある程度経験値を稼げるけどね。はい、そして最後オフェンス、オフェンスですね。オフェンスいきましょうか。桜版テンション上げたけばよかったな。はい、ではこれで終わります。どうしよう、技術が余る。多分余っちゃうので、どうしようかな。オフェンス上げるか、さらにオフェンス上げるか、上げよっかな。マッチアップは入らないかも、取っちゃって。マーク外しはいらない。アーリーもいらない。キープ、ドリブラー、まあいっか。とりあえず振らなくていけそうだな。で、スピードはそんなに振りたくねえから、超心臓を取らないといけないので取ります。リード、で、ダッシュ、
そうだな、ファーストゴールとかもありっちゃありだよね。ありっちゃあり。で、技術。シュートレンジを取っておく？はい、これでいきましょう。これでいきたいと思います。いきましょう。これでオフェンスですね。はい、OK。で、ここでオフェンス位置振ろうか。あ、フィジカル入っちゃった。フィジカル入っちゃったか。あー、取らなかったか。まあいいや。はい、そしてオフェンス入れときます。そして、あと技術使えるものって、さすがに溢れはしない。うん、彼女もいないんで。はい、これでいきます。いきましょう。はい、全国制覇できました。OK です。では、最後、ユベントスコラボでやっていきましょう。倒していきます。まあ、これで、まあ、何点差か取ってね、しっかりとエンブレム取っておきましょう。はい、しっかりとね、後半いきましょう。はい、終わりました。無事終わっております。はい、2対1でいい。まあちょっとギリでしたけども、まあ一応 OK です。はい、でとりあえず経験点どれぐらい出たんだろうな。うん、怪我が痛かったな。まあ何回も言いますが、怪我しなかったら多分救急位置も全然できたと思います。2万749。うん、全然ああいうなしでもいけるかもしれないね。では振ってまいります。はい、振ってまいりました。ちょっと技術は余ってしまいますね。あとは筋力敏捷をどう稼ぐか。うん、やっぱでかいタック来ないといけないですよね。うん、スピードじゃない、ディフェンスのでかいタック。まあ、ホリバー、ゴーダが全くハマらなかったんで、まあ、その辺がハマってくるとまた変わってくるのかなと思います。はい。今回はこんな感じで終わらせていただきます。で、US6 ぐらいかな。うん。でも、金属はまあ、ゴチゴチしてましたからね。はい、US6 です。はい。まあ、本日は以上とさせていただきます。再挑戦されてからのあゆなしデッキやってみましたが、まあ、ある程度進むと思います。ある程度ゴーダくんがいると進みやすいんですけども、まあ、最後ゴーダくんがへそを曲げなければ大丈夫です。またねやっていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。本日は以上とさせていただきます。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよなら。